ジョーシュレッサーは、フランスのレーシングドライバー。同じくレーサーのジャンルイシュレッサーは多い。モータースポーツの経歴は1952年頃から、欧州でのラリー参加が最初。1957年、リエージュローマ、リエージュラリーで、メルセデスベンツ 300SL を買って、総合2位を獲得。その後、1961年のルマン24時間レースで、 フェラーリのワークスドライバーに抜擢されるも、予選中に、クラッシュ、重傷を追い出場を逃す。カムバック後は1964年のパリ 1000km、耐久レース2、1965年デートな24時間レース、GT クラス優勝、セブリング12時間 GT クラス優勝、1967年、ランス12時間優勝、1968年、 デートな3位、スパ1000平方キロメートルくらい。同じ頃、F2 でも、ブラバムやマトナで上位を争った。1968年7月、シュレッサーは、F1 フランスグランプリに、ホンダ RA302 でスポット参戦することになった。彼は、F1 における、レギュラードライバーの経験はなく、それまでも1966年と翌年の、ドイツグランプリを、 フォードコスワースエンジンを乗せた F2 仕様のマトラで走ったのみだった。彼が起用されたのは主催者側が追加エントリーの条件としてフランス人ドライバーを乗せることを要求したためである。一方、このレースからホンダが投入することになった RA300 にはホンダの創始者、ホンダ総一郎が固執した自然通気の空冷エンジンで、 当時イギリスを本拠に活動していたホンダチームの現状をほとんど無視して日本から送りつけられてきたものだった。チーム監督だった中村義雄はチャンピオンドライバーのジョン・サーティースの信頼と協力を得て年間優勝をかけたこのシーズンに日本でのクーレーマシン開発で人員と労力を奪われたことに軸じ,じたるものがあり加えてシルバーストーンでテストした。 RA300 には、オーバーヒートがひどく、熟成が進んだ RA301 の調整を優先せざるを得なかった。レース当日、重く雲の垂れ込めたフランスルーアンで、シュレッサーの RA300 には、オーバーヒートを防ぐための多量のオイルを吹き出しての走行となり、また英語を介さない、シュレッサーは、チームとのコミュニケーションに通訳が必要で、セットアップも、ままならず、 プラクティスからスピンを繰り返した。16番グリッドからの出走となった決勝で、天候は悪化し、シュレッサーのマシンは3ラップ目にメインストレート先の、下りエスベンドでコントロールを失い、まっすぐ土手にクラッシュ、仰向けでコース脇に落ちると満載した燃料と、マグネシウムを多用したボディは激しく炎上し、彼は帰らぬ人となった。 1976年に F1 参戦したフランスのコンストラクター、リジェチームのマシンの JS から始まる形式ナンバーはチームオーナーのギ、リジェが親友であったシュレッサーを忍び、そのイニシャルを冠したものであった。シュレッサーの死から20年目の1988年、ホンダはエンジンコンストラクターとしてマクラーレンによる16戦15勝を成し遂げるが、 叶わなかった、イタリアグランプリでの一生を阻んだのは、皮肉にも、シュレッサーの甥いのジャンルイ・シュレッサーと、トップを走るアイルトンセナの接触であった。このスポット参戦が、F1 決勝デビューだった。彼もこの後、F1 で出走することはなかった。ありがとうございます。